出た。謎地名トビン。これでトビは読めんよね。ええ、国産春雨、春雨屋さんって珍しいですね。さあ、ってことでね、
くら寿司で食べてきましたけど、やっぱ久しぶりにそうや、くら寿司ってだいぶ来てなかったんで、いろいろシステム変わってましたね。お皿のね、お値段とかもいろいろ各、いろいろできてましたけど、あれですね、皿を増やし、自体を増やしたというんじゃなくて、あれですね、ある意味、面白いっちゃ面白いですけど、投入するシステムをそのまま使ってやるけど、そのままだと料金の識別ができないんで、流すのは全部100円にしておいて、115円か今、100円のやつにしておいて、で、上から流すやつを、200円以上、その要は、値段高いやつは全部その下では流さないよっていうふうにして、だから注文したやつの数、と下から取ったやつを合わせて投入して引き算したやつがその高額そこから高額皿の分を引いたら115円の皿になるよねっていう逆算法である。まあちょっとシステムとしては他のところと比べると複雑っちゃ複雑ですけどね。うん。流すのも併用するっていう風に、する。ことができるっていうのが大きいメリットでしょうね。やっぱ長いとすぐにポンとね、それこの商品あるやつってパッて食べるのもあります。ただそれに高単価商品流せないっていうのはちょっと、痛いのかもしれないけど、どうなんだろうなっていうところですね。うん、なるほどなということでね、そんなこと言ってても多分途中はだいぶ飛ばしになってると思いますけど、一応ね今回これで、JR 西日本何だったっけ、最初はあれだね、ぶらり旅みたいなね、行き当たりばったりとかって言ってましたっけ、からね、気がついたら、JR 西日本のターミナル駅、完全制覇のためにね、のやつで。一応これね、残りとしては、これで、一応、あそこだけか。長友と山だけ行けてなかったところが、まあ、残ってますよっていう形ですね。一応、なんか、細かいことを言うと、福井が、今度、敦賀まで新幹線が来たかにある、何でしたっけ、北北鉄道じゃなくて何だったっけ、福井の第三セクターになりましたよね。その兼ね合いで、越美北線、この前行ってきた、九頭竜湖とか行ったやつですね。九頭竜とかの方に行くやつが、なんか途中までの要はまたいわゆる飛び地線みたいな形になったんで、それの反対側が一応端っこの駅としての定義に入ってくるのかどうかっていうのが怪しいところなんですけど、まあ前回のところでね、第三セクターとかそういうので急線ねなってるところはっていうのは原則っていうふうにしたんで、一応福井までつながって直通運転なんですよね。うん、なんかすごくややこしいんですけど、うん。なのでね、まあ、一応今回のやつの対象外にはなるのかなということで、あとは長友と山だけどこかのタイミングで行って、まあ、大変ですけどね、いい加減何年越しでやってんの ?3 年越しぐらいになってんのこの JR 西日本ターミナル駅。で、間で近江鉄道やね、いろいろともう終わらせているというのに、ということなんですね、行ってきたいなと思いますと。という形ですね。まあこんなところでございますね。とりあえずもう今回はもうここからは多分基本カメラの映像なしで、帰りになると思います。ご視聴ありがとうございました。どうしてもだいぶカットしてると思うけど、今ラバリだからね。うん。多分大阪から飛んでるっしょ。飛んだ小屋市から飛んでるんじゃない。うん。ラバリまで来ちゃってますからね。はい。一応ね。